はい、宇治でございます。コルククローム来ましたね。クローム、もう音がね素晴らしい、今日私が弾いてるのこれ88件のバージョンですけど、なんといってもね、PC 音源の容量が 3.8GB、 3.8GB ですよ。しかもねこれ88件なのに 14kg、 もう超軽い。60件に至っては7キロ台というね、すごいですね。見てください、カラー液晶ですよ、カラー液晶。それではいろいろ見ていきましょうかね。いろんな音色がもうバリバリ入ってます。なんたってこうタッチビューのね感度もほんといいね。バンク A の0番クロームグランドピアノっていうぐらいですから、非常に美しい。このピアノね、88件全件サンプリングノンループ、この切れ際の美しさ、素晴らしい。もうため息が出るぐらいすごいです。さすがのグランドピアノ。そしてね、エレクトリックピアノ。これはトレモロかかりますね。ね、エレクトリックピアノに至っては8段階サンプリング、ここまでいっちゃうもん。これはね、私の絶妙なタッチにもバリバリついてきますね。エレピのバリエーションすごいよ。台の前のこのコーラス、美しすぎる。もう素晴らしいサンプルですねこれね。ローズが来たらウーリッツァだわな。200Aの。すごい。このノブノさんでワウがかかる。いやいや素晴らしいわ。そしてオルガン。
そしてスイッチで。ドローバーのこの。これはいいね。クラビ。いい音してます。クラビの A と D の、タブレットのところ、あのプリセットのところね、押した音だね。すべての音色に対してちゃんとドラムトラックがあるんで、こう、クラビやドラムと一緒にグルーブ系で弾きたいですよね。その場合には、こう、弾くとドラムが始まります。これはね、本当にストリングス。いいわね、ブラス。このやっぱユニゾンがねスーッと抜ける感じ、これも最高。フルート、ビブラート、これはすごいね。このね、アナログのストリングス。アナログストリングスはわざとこうクローズドのボイシングでやるとね、重厚な感じが出るね。素晴らしいサンプルだこれは。ベース、ほう、これモーグ MG っていうかモーグだね。ドラムと一緒にやってみよう。止まんなくなっちゃいます。これで人が出した。もう最高。この手のね、コンプシンセ系。結構88件のこの鍵盤でもね、バリバリ弾けるな。ソウル系のリード、このファンキーな感じ、このアコースギターダイナミックピック、アルペジエーターやってみるか。
かりいいね。バリバリにいいです。エレクトリックギターとツインっていうか、ツインリバーブかな。いいんじゃないの、ブライトアコースティックベース。これ超リアル。俺、私今タッチでしか弾いてませんからね。こうそれでこう多彩な音が出るんだよ。ドラムだらけ言ってみるね。ここに素晴らしいドラムがね、すごいんです。これこうアンビエントの音までちゃんと入ってるよね。素晴らしい。この質感がすごい。ドラムトラックだからドラムあるわな、これ。お、抜群。わあ、これドラムトラック本当に効いてるね。これすばらしすぎます。ジャーマングランド。もうなんかドイツの香りがするわな。クロームウォームピアノ。これいいね、この質感ね。この木のウォームな感じがね、よく出てるんじゃないかと思いますね。というように、もう何て言うんだろう、バンドで使う音とか、やっぱりトラックで使 こうベーシック音色の嵐って感じ、もうすごいです。やっぱりクオリティがすごすぎ、そしてコンビネーションにおいてはもうすごいよ。コンビネーション、なんたってコンビネーションですから、コンビネーションの中でいろんな音色を組み合わせることができるんだけども、当然のごとく見てわかる通り8つの音色を、ね、レイヤーしたりいろんなことをしたりできるんですよ。例えばこのピアノプラスストリングス、当然ドラムトラックとアルペジエーターをオンにすると、
まあ1曲すぐできるわな。完全即興演奏でした。ボサノバ。ローズが来るっていうことはアルペジエーターとドラムを鳴らすと、その場の曲速攻でできちゃいます。こういうブル、ね、グルーヴ系のこうバッキングの練習をしたりとかね、いいよね。もうラウンジ系。これはもうたまりません。バリバリいい。これはね、本当に素晴らしい。
最高に素晴らしいです。サンプルの優秀さがね、もう本当出てますね。オーケストラ。これはね、これはすごいです。すぐにオーケストラ系の曲ができちゃうみたいな。素晴らしいです。ライブで、このクローズ使ってますけど、リハ終わったばっかですけど、いい感じだわ。これはもう最高、もう最高です。このようにクローム88件とのピアノ鍵盤と76件と61件のバージョンがありますけど、まあすごいね。まあとにかく軽い、持ち運びできる、で 3.8GB もの大容量で、音がすごい。ピアノ全鍵サンプリング、もうノンループ、ね、8段階のエレクトリックピアノ、オルガン、ストリングス、もうすべてのもう音色、もうベーシック音色がもう極上の状態です。ぜひクローム、ね、ぜひ弾いてみてください。これは素晴らしい。